今から奈良クラブの優馬雅也選手の一日密着をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。どうぞ。はい、失礼します。おはようございます。ちょっとコロナあるからね。ちょっと今日何時起きたん？今日は6時40分かな。6時40分か。うん、早っ。練習何時やったっけ？練習は9時半から。練習9時半。9時半なんよ。でいつもそれの何時間前？まずグラウンドに着くように着くのが8時。うん、1時間半前に着くように行ってるから。うんうん、その間に。うん、準備して、うん、まあ、朝ちょっと余裕持ちたいから、うんうん、ちょっと早めに起きてみたいな。ああ、なるほどな。ちょっと早めに起きる、うん、そう。寝るのは早いよ。10時半過ぎてもう布団入ってるよ。あって感じ。ほんまかな。おいおいやばい、それそれそれまあでもお前寝るの早いもんないぞ。そう、寝るの早いから。確かに、それは早かった。いいよ、別に。きたな、お前お前、そんなバリ汚いトースター。それは多分出せない、それは出せない。あんだけ練習で動いてんのに、もう餅2個で動けるん？あ、動ける動ける。すごいな。逆に2個じゃなくて入っちゃう。あ、気持ち悪くなって。ストイックな。そういう自分のコントロールしてるな。一回止めよ、止めよ。キッチン周りもしっかり、お前一回止めよ、掃除してるな。そういう感じだろ、ちゃんと綺麗に掃除してくれるの。秋田時代のタイヤやろ、お前絶対これ。いつも通り。じゃあ行きましょう。おーい、お願いします。で、今日、なんで今日練習着な？今日は、うん、あの、ここ最近のそのコロナの影響で、うん、ちょっとロッカールームが、まあ一応密閉空間っていう感じになっちゃうから。ああ、はいはいはい。なるほど。まあ、着替えるならまあ家で着替えてくるか、うん、着いてから車の中で着替えるかみたいな感じの選択肢しかなくて。まあ、だったらもう、着替えてたほうが楽だな。まあそうやな、そうやな。え、じゃあシャワーとか浴びれる？シャワーも一応浴びれるけども、うん、最短でみたいな。ああ、そういうことな。なるべくこう密閉したところにおらんようにみたいな。今年の意気込みとかは？今年の意気込み、うん、うん、なんかいろんなことを言いたくなるけど、うん、まあね、まあ監督が言った、うん、まあ、目標、その次の試合だけを集中して勝っていくみたいな、うん、ことをこう選手にも伝えたし、うん、まあ、でもよくよく考えたらでもそうなのかなと思って、うん、一個一個の試合勝っていかなかったら結局は最終的なところで評価できないというか、うん、周りからも評価してもらえないだろうし、うん、目の前の試合一つ一つがやっぱり大事だから、まあ、それを勝っていくってことだけに目を置いてやっていきたいなと思ってるけど。真面目か。もらってくんね。あ、練習場に到着ね。今おもろいんだよ、あのみんな、うん、車1台ずつ開けて止めてる。そうなの。癖強なら、フットボールセンターで練習ですね。行っていきたいと思います。頑張ってください。またあの練習が終わったら、はい、密着したいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。頑張ってください、はい。今から練習終わって、はじめまして。僕が二世タレントを目指しております。佐藤の息子の須田優斗です。ずるいな、ぜひ。ずるいな、何もないな。元日本代表の、はい、狂気の左サークの次男坊です。それずるいな。お仕事の色はここまで。出ます、出してる、出してる、出ます、ね、概要欄で出します。インスタグラム、ツイッターとか DM でお願いします。絶対出します。取り方女子。誰？
インスタ女子です。インスタグッドハッシュタグサラリーガーつなみでお願いします。サラリーガーめっちゃ宣伝するじゃん。サラリーガー273でいいですか。そうです、273でつなみです。マジいいよなこれ。ちょいちょい小ボケ挟んできてるよ。いただきます。そこが俺の弱点でもあり強みでもある。手入れないねん僕。いくらですか。いくらですか。バキュバキュン全万。一人自分でモザイクかけてる。僕は書いてますね。練習終わった後に一つ仕事ということで、あのいつもお世話になってるスポンサーさんピアノさんで奈良県下初のノムドルチェが出たということで、それの、まあ、告知とあと近い告知とあと、まあ、挨拶回りをしに、なるほどね、行きたいと思います。 OK、 じゃあよろしくお願いします。行きましょう。貼ってあります。貼ってあります。はい、これが奈良県下初の飲むドルチェでございます。左からこちら、飲むティラミス、めっちゃうまそう。でちょっと一つ一回飛ばしますね。これが飲むパンナコッタ抹茶味ですね。めちゃくちゃちょっと苦味がありそうですけど下手やなこれ。で一番右が、飲むプリンです。まあ、ちょっと一回飲んでみないとわかんないですね。でこれが、このメニューには、書いてないんですけど、外看板にあったんですけど、これは、いちご味。ちょっと皆さんどれが一番いいかぜひちょっとお店に来て飲んでみてください。これから、津波選手と藤井君と僕でちょっと飲んでみたいと思います。何食べてるんですか。ホッケ。これ島ホッケ。家で魚取ることはあんまないから、たまに外出た時は魚食べようかなって。映ってんで。映ってんの。洋平は何。洋平何。生姜焼きです。いや家でできるやん。俺自炊せえへんだよ。自炊せえへん。ほぼ本当はね、なんか鮭とかサンマとか食べたいな。まあサンマ時期じゃないからあれだけど、綺麗に食べるようになりたいな。旬も旬も考えた。お前全部入ってるからな。いや、欲しいそれ。なんかいっぱいにもなったし。これから何、風呂。これから風呂行って、ランドやろ。健康ランド入って、行く行く。オッケー。いつもお世話になってる健康ランドです。パン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 。カットしておきます。無理。これちゃんと撮っておいてください。撮っておきます。じゃあじゃあここで、はい、一日の最後ということでありがとうございました。じゃあ頑張ってね。お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。はい、じゃあねー。